ご注文のインドカレーです。はい、ありがとうございます。重いですよ。はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。あのさっきから見ていたら、ドリンクとかを届けるときに、ま、手で椅子の背中を、ま、触りながら、ま、どの場所に、ま、どの、席があるかっていうのをちゃんとそれ確認をして、あの届けていたんですけども、僕の目の前に先ほどの、洗濯板セットが届きました。いや、これも結構今持ったら重いんですけども、それもまっすぐ本当にもう全て このお店の中の動線をしっかり頭に入っているかのように、じゃあ早速僕もこれいただきたいと思いますけども、メインのカレーをいただきたいと思います。あのすんごい香辛料が効いてますね、うん、これだったらでも夏バテにもいいかもしれませんね。夏にもすごいいいカレーだと思います、うん、こんにちは。いや、このカレー今食べさせていただいたんですけども、あのこれインドカレーですよね。すごい香辛料が効いていて、あの香りもすごいいいんですけども、うちは10種類近くのスパイスを使っていますし、3種類の唐辛子を入れていますから、大抵の人には辛すぎるかもしれませんね。ただ今日は少し手加減しました。うちでカレーを初めて出した頃は、大人は喉を通らず子供は泣き出しました。そこで唐辛子を半分に減らしました。でもまたこれもすごい、あの珍しいのはこの洗濯板の上に乗ってるっていうあの設定なんですけども、これはあのどういうふうに思いついたんですか？主人の発想です。主人は特色を出そうと考えて、鍵まで出かけてこんなに分厚くて長い板を作ったんです。でもちょっと僕もあの一つ聞きたいことがあるんですけども、どうして初めにあの彼をここで雇おうと思ったんですか？それはひょんなことからでした。私の友人が以前基金会に勤めていて、私に視力障害の子を雇うように言ったんです。そしてまだいくらか見える子がスタッフとして体験に来ました。でもうちは台湾で一番雑貨が多いので別の店を探すよう言いました。当時の私は目が見える子を雇いたいと考えていて、これでいいと思ったんです。ところがうちに来たのは2人とも目が見えない子でした。主人は2人に来ないように言ったんです。初めてあの子たちが来た時は驚きました。ぶつかってばかりでしたから、どうしようかと思いましたよ。私は考えた末、カートを2台買いました。大型と小型です。これを使えば食器を壊すことはないと思ったのです。ですがカウンターに近づいた時、あの子たちはこのように直接持っていったんです。何よりも感動したのは、うちのお茶は熱いんですが、ジンホンは片手でお茶碗の底を支え、別の手で急須を押さえて胸に押し付けていました。あの急須は非常に熱いんですが、急須を守るためにこうやって持っていったんです。私は後でとても感動した一方で心が痛みました。1週目料理を運ぶとき4人で運びました。2週目は心配の大半が取り越し苦労だと分かりました。彼らは大変真面目で、やるべきことをきちんとやっていました。3週目はもっと驚きました。展示カードを持っていなかったんです。そこで聞いてみると、全部暗記していたんです。記憶力がいいんです。そして満席の時、お客さんが冗談で、我々4人はまず注文し、世間話をしてから改めて注文したが、先に何を頼んだか尋ねたのです。ジンホンは注文の品を冷たいか熱いか、砂糖や氷を入れたかどうか、すべて覚えていました。未来に対しての期待とかっていうのはどんなことがあったりするんですか？ジンホンはベーキングが好きで、学校の先生は彼のお菓子は美味しいと教えてくれたんです。私は彼に食べさせてほしいと頼みました。そして初めて持ってきた時、私は自分の口がおかしいのかと思いました。
そこで自分で作ったのかと聞いてみたら、はい、みんな褒めてくれると言います。私はこれを一度食べたら二度と食べたくないと言いました。また本当にベーキングが好きなら、人が同情して買ってくれるのと、プロになって職人として美味しいものを作るのと、どちらを望むのか。職人として作り、その職人が全盲だったと人々は後から知る。君はどっちがいいかと尋ねると、同情はされたくないと言います。それが嫌なら、今後君が作るものが美味しくなければ、私は心を鬼にすると言いました。私は君の先生のようにお世辞は言わない、絶対に言わない。なぜなら、将来パン作りやお菓子作りを目指すのなら、これでは良くないからです。彼は意地っ張りでした。私も厳しく接しました。今日から何の材料も代わりに買わないし、何も手伝わないと。全て自分で考えさせたのです。そう言うとみんな私を責めました。彼が買い物に行けるのかって。私は場所を教えて自分で行かせました。理由は、彼がずっとここにいることはない、一生ここで過ごすわけではない、独立したいのなら自分で考えるべきなのです。彼は本当に負けず嫌いな子です。いや、もう僕は今日ここで本当心温まる思いをしたんですけども、このオーナーご夫妻の、ま、温かさ、ま、前向きの考えが障害を持つ、ま、若者に、ま、一つのチャンスを与えて、ま、ここで仕事をするという、そういった、ま、普通ではないような、ま、機会を与えて、うん、あげていると思うんですね。それで、ま、あの彼らも、ま、自分のぶち当たった、ま、困難をなんとか、ま、それを乗り越えるような必死の努力、本当にここでは、まあ、同情を売るんではなく、まあ、専門プロフェッショナルを売ってるというふうに言われてましたけども、本当に僕はその通り、その、 あの心意気をすごい感じることができました。ここでは今日ここに来て、まあ、いろんな話をお伺いして、その前向きな力を今日はいっぱい、あの僕も受けて帰れると思います。ありがとうございます。